二州市は中華人民共和国領名賞栄光市に位置する研究市。戦国時代、縁国は両賀流域を開拓して今の二州を含む両東軍を設置した。旗が統一後も依然として両東軍に属す。官・義、進の時代は平ら県を設けて両東軍を管轄した。五個十六国時代、前円、前進、五円と国が変わり。 平州に属する。407年、北円の建国後に、高栗に占領され、県安県が設置され、県安城が築城された。東大の668年県安城に、県安州と特府を設置、両大には、達州がとされた。近代になると、達州は、二州と解消され、現代には、二州路が設置された。秋夜になると百七十一年に、 州から AA の改正が実施され、二州 A が設置され、近州守る、また州、守る、改州 A と共に、三島安ぜ地、つかさり海島安すみに属した。そして、翌年新しく市街地を建設した。新庁が成立すると1664年に二州、A が廃止となり、外兵県が設置され、法典府の管轄とされた。1912年に、 中華民国が成立すると外平権は法天省の管轄となり、それは満州国時代まで添いがさねされた。1945年満州国が崩壊すると外平権人民政府が設置され、両南行政交渉の管轄となる。1946年冬から1947年春にかけて二州は中国国民党により占領されたが、 1947年6月には人民解放軍が二州を奪回している。1948年10月に両党省に関され、後に英光市の死活権となり、1965年に二県に改賞、1992年に研究市の二州市となった。八街道弁事所、十六鎮、三郷を管轄する。 2004年1月8日に二州市の熊田家賃、足田室賃、後期満足賃を栄光し、ウ県区へ編入。ありがとうございます。